ワークをめちゃくちゃ頑張ったのに得点取れないとへこみますよね。改めましてどう？愛知です。定期テストと呼ばれる中間期末ってありますよね。で、このテスト勉強をするときに、まあ、いろんなもので勉強するとは思うんですが、まあ、得点を取るためには欠かせないアイテムの一つとして出てくるのが、そう、学校のワークです。このワークを普段ね、こうコツコツ勉強で使っている方もいれば、やべえ提出があるってなって、こうテスト前に急いでさ、解く方もいると思うんですけど、実はこの学校のワークはね、まあ、さっき言ったみたいに定期テストではもうとにかく大事よ。大事なんですけど、まあ、受験勉強とかにおいてもすごくいい教材なんです、実はね。でもやり方を間違うと、どれだけワークをやってもね、ワークの時にできてたのに本番できないんだけどみたいな落とし穴にはまっちゃうんです。だから今回はそういうね、落とし穴にはまってきた生徒をたくさん見てきているので、そうならないためにこういう使い方はやめなよっていうのをいくつか提示したいと思います。まず1つ目、それはそもそも反復をしないです。ワークだけじゃないですけど、勉強は反復ありきです。一度見て、一度解いて、保存ボタンを押して保存できる、そんな便利な体じゃないです。どんどん抜けていきます。だからちゃんと反復をしなきゃいけない。まあ、そんなことはみんなは分かってる。でも大事なのは、反復する場所間違ってないですかっていうところなんです。みんなも日々感じてるかもしんないけどさ、忙しくない？学生のみんな思ったよりさ、家に帰ってから好き勝手使える時間ってそこまで多くなかったりしない？だから例えばワークさ、やんなきゃって思った時に、よし反復か、2週3週するぜみたいなね、こうね、結構目標とかに書く子もいたのよ。熟考しやってる時にもういつも言ってた、本当にできるかそれって、5教科あるでみたいな、間に合わねえぞ、間に合わねえんだって。だから反復する場所をちゃんと決めなきゃ、反復しなくていいものを反復したら時間もったいないじゃん。だからみんなにとってどこを反復しなきゃいけないのっていうのを普段の勉強から決めていくね、そこがまず大事です。じゃあどの問題やっていったらいいかって話なんだけど、例えば数学のねワークを見た時に問題読むじゃん。でさ、読んでパッて解き方が思いついたらさ、それ次回やってもパッと思いつくって。いや、たまにド忘れはあるけど、それ気にしてたらキリがないじゃん。だったら問題読んで、あれなんだっけってちょっと迷っちゃったりとか、そもそも解けない問題っていうのは次も怪しいんでしょ。で、もう一個大事なのが、ワークってさ、よく左上とかにヒント載ってんだよね。この公式使いますよみたいな。そのヒントがなかったらできてない問題はできないよね。だってテスト本番ヒントなんてないんだから。だからそういったパッと思いつく次もいけるなって問題はいいの。もはやもうそこで書き込んじゃってもいいわ、提出あるから。でも怪しかった問題とかできなかった問題に印をつけたりとか、あとはそもそも空欄にしておく、また繰り返しやってパッと思いついた時に書き込めばいいわけだから、そうやって一回やった時に次やるべきもの、次やんなくていいものっていうのを印をつけて、そうやって効率よく反復学習をしていく。いいかな。そうすれば1週目より2週目のが少ない、2週目より3週目のが少なくなる。これが反復だから、いい？これをまず覚えておきましょう。そして2つ目がですね、教科書を見ながらワークを解くです。特に理科社会とかの暗記科目でやりがちなんですが、そのさ、ワークって教科書のこのページの内容ですよって載ってるんだよね。だからそのページを開いてさ、隣に歴史の教科書を置いて歴史のワークを解くなんてやり方やってる方いると思うんです。進むよね。そっちの方が進むし、もちろんその後反復をしてくれるんであれば問題はないんです。ないんですけど、それで解けて丸ついてるとさ、次繰り返しやらなくなるんだよ。丸ついてるから。でもよく考えて、さっきと一緒だけど、教科書のヒント見てるからね。ヒント見た状態で解けたものは本番解けねえぞ、絶対に。っていうことが分かっててほしい。で、これを普段からやりがちな方は、すごいワークちゃんとやったのに、本番出てこないっていう落とし穴にはまりやすい。だから必ずヒントがない状態である、もしくは教科書を置きながらやりたい方は、これはヒントないと解けなかったなってものにさっきと同じ印をつける。これは問題読んだだけで教科書を確認しなくても解けた問題はつけなくていいって、そうやって反復が必要なものと必要じゃないものをちゃんと
印をつけておくの。で、その時に大事なのが、少し基準を厳しめにした方がいいです。例えば、まあ、ちょっとこのぐらいだったら大丈夫だよ、次いける私って。そうなっちゃうと、いや、いけない可能性出てくるぜ。そう、またこの基準はね、ちょっと難しい感覚だから、難しいところではあるんだけど、ちょっと厳しめに、いや、こんなちょっとのヒントでもダメ、次ミスるかもしんないから印つけとこうって。印いっぱいになっちゃうかもしんないけど、3周目はもっと減るから、どんどん減っていくから、その減っていったものを見たら、成長したなって思う。それも自信になるから、そうやって教科書を見ることが悪い、絶対悪いわけではないんだけども、教科書を見ながらワークを解いている場合は、印のチェックを必ずしながらやるようにしていってください。はい、ということでここまでお付き合いいただきありがとうございました。今回本編で話した話、実はもう一個あったんですよ、言いたいことが。ちょっとこれここでね喋っていくんですけど、それが何かっていうと、ワークやるじゃないですか、丸付けを後回しにすることです。はい、これは絶対にやめてください。例えば問題解きますよね、解いてキリが良くなって、で結構疲れた時とかさ、あ、丸付け後でいやーってやりがちです。でこうするとですね、まあ、丸付けは後でするよ、きっとする。もしかしたら夕方にね勉強したワークの問題を夜寝る前に、あ、丸付け忘れそう、やべーってやるかもしれないよね。で丸付けをします。でまだね、実はその日だったらまだいけるかもしれない、いけるかもしれないけど、翌日とか2日後とかにしてしまうと、あ、×の問題ありもね、数学で×がだった、まあ、ミスってるっつってなった時に、どこをどうミスったかの解いた時の記憶が曖昧になってるんですよ。だからピンポイントでここを直さなきゃいけない、そのミスった理由があるから、問題にはね、ミスった理由のところをピンポイントで修正できなくなるんですよ。だからなんとなくミスっちゃった、次気をつけようっていうなっちゃうんですよね。でそれでもちろんさ、なんかうまく噛み合って次できるようになることもあるよ、絶対ダメってわけではないけど、効率が悪いだよね。だから必ずワークの問題を解くときには、ワークをやって丸付けをして確認をしてから休憩です。ここまでがワンセットって、あと丸付けを後回し癖をしてしまうとですね、すごく効率が悪くなってしまうので、ぜひ丸付けまでワンセットでワークを取り組んでいってください。で今回ね、本編の最初かなでも話したかもしれないんですけど、ワークってすごくいい教材なんですよ。なぜかっていうと、教科書とセットで勉強ができるからです。教科書って結構なんかさ、別にやんなくてもいいじゃんとかさ、この難しいワークやった方がいいじゃんってなりがちなんだけど、やっぱ全ての元が教科書にはあるので、そこを基本的に固めていって、で教科書でやったものがさ、ちゃんと定着してるかなとか、もうちょっとレベル高いものに行きたいなって時にワークだったり問題集買ってきたりするわけなんだけど、まあ学校でもらうワークっていうのは教科書と連動しているので、すごくセットで勉強しやすい、特に基礎学習をする時にはいいアイテムなんですよ。だからね、本当にうまく使ってほしいし、これはワークだけじゃないんだけど、人ってさ、努力をしたのに結果が出ないっていうのが一番モチベーション下がると思ってるの。特に学生のみんなはそう、勉強頑張った、今までで一番テスト勉強頑張ったのに結果が出なかったら、ああもうどうせダメだわ、やっても意味ねえしってなっちゃうんだよ。なった生徒いっぱい見てきた、そう、二者面談いっぱいしたさ励ますさ、そりゃ。だからテストはやっぱテストだけじゃないけど、努力して必ず結果が出るわけじゃないんだよ、うん、出題された問題とかの傾向にもよるからね、そういったこともあるんだけど、でもやっぱできる限りさ、結果が出てほしいんだわ。みんなが頑張ったものが成果としてみんなの笑顔につながってほしいんだわ。だからそういった落とし穴にはまる人をできる限り増やしたくてね、今回こんな話を本編で、ね、させてもらいました。はい、ということで今回もね、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。またね、来週何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。では今週1週間もね、お互い頑張っていきましょう。それじゃあまたね、バイバイ。